さてそれではいよいよ一部のラストになりますね、えーえー、はいそうなんですよ先生は、えー、予定より若干こう長めに第一部の方をお届けしておりますがでは参りますねヨハネの目視録を書いたヨハネは地球とアルザルの管理人のはずですではなぜ散歩渓谷の刑務所から脱走したフォチュノとヨキュパ <laughs> みんな分かんないんじゃん。マ <laughs> スカルム難しい。はい、ポチューノとビョギュパ、うん、とその他の闇アルザル人を自分が管理人である責任を取って元の刑務所に戻さないのですか。あのー、どういうことかというと、もう彼らはすでに罰を受けていわゆる刑務所である地上へ送られ だね洞窟からもう実質太陽に当たるともうあっという間に死んじゃうんですねだからこれはもうすごいあのまあ刑罰ですよねある意味で言うとねうんでぶっちゃけたこと言うともうこの連中は元へ戻せないなぜならこう流刑地ですからうんそういうことで言うとそのことよりももっと重要なことがあって役割が違うんですよ役割がねうん 例えばですね、うんまあ、政治という役割のある人が勝手にあの逮捕しに行けるかっていけないじゃないですか、まあ、でもこの方おっしゃってるのは大きな意味での,あのほったらかしにしていいんですかということだけどだほったらかしにしているように見えて実はそのことも実は計画の一部かもしれない。もっとと言えば自由意志というのがあって でその獣医師は地上の人間とあまりにも絡みすぎたので、うん、そこでタッチできなくなってる本来、うん、彼らだけの世界だったらどうにかなったかもしれないけど、うん、地上の人間との接点があまりにも深くなりすぎた、うん、UFO が例えば東京のど真ん中福岡のど真ん中になぜ降りてこないかって言ったら歴史変わっちゃうからですよ一気にね、うん それよりむしろあの本当か嘘か分かんない状態でのその人間の努力知識知恵もしくは自由意志を発揮して置く方が神の意思に沿うであって天使が洗ってくれてさわばばばって言った方が回収しちゃうじゃん、うん、なぜ天使が現れないかって言ったら。 それやっちゃったら本来の歴史をねじ曲げることになる